地図によるとここに何かあるようだな。誰を連れて行こう。ジルを連れて行くことにしよう。呼んだか。ああ、今日はお前を連れて出かけるからな。了解した。行こう。ん？またあの匂いか。硫黄のことか。この匂いは好きになれん。硫黄がなければ温泉は出ないんだぞ。この匂いだからこそ体にいいんだと思うが。そういうものなのか。お前にはまだわからんか。まあいい。この辺りか。祠を見つけたら教えろ。了解した。だが見渡す限り何もなさそうだな。そうみたいだな。だが今まで祠がなかったことはないからあるはずだ。別に探すのは構わんのだが。この地図、怪しいとは思わないのか。参謀殿が何者なのか、お前は疑問に思わないのか。何者とはどういう意味だ。生まれた場所、恋人、家族、そういうつながりを聞いたことは。聞いたことないな。なぜあいつがお前のそばにいるのか、もう少し考えてみたらどうだ。こんな探し物をするより真実が見つかると思うぞ。ダメだ、ここまで来たんだから探すぞ。そうか。すまない、ただ俺は仲間を信じないのは嫌なんだ。いや、いい。それがお前の信じる道ならば。すまん。ああ、まさか温泉の中ということはないだろうな。潜ってでも見るか。この中に入るのか。とりあえず覗いてみるか。おい、そんなに乗り出したら。まさか落ちるとは。あ、濡れていない。どうしてだ。私がお招きしたのですから当然のこと。お風邪を召されては大変ですもの。
祠か。お待ちしておりました、奈落の王子。やはり、お前もこれと一緒に封じられているのか。私の名前は、ユリ色のニーチェと申します。お見知りおきを。ああ、俺のことも知ってるんだな。ええ、あなたが私の同胞たちを封じ続けたこともね。確かにここまでたどり着いてしまうのですもの。お強いのはよく分かりましたわ。今まで会ったやつはアプラサスだ。だが、この世のものではない。お前もそうなんだな。ええ。私たちはすでに死んでいます。でも、心を残しているの。ある魔人のせいでね。かつて私たちは世界の王だった。今のあなたたちのようにね。それがどういう意味かお分かり？分からない。そうでしょうね、今は。でも分かるわ、いずれ。それくらいの苦しみがなければ私たちの留意も下がらないもの。もっと苦しんで心を固く丈夫にしていただかないと。魔人に世界を任せることなんてできないわ。信じた私たちも報われない。試させていただきましょう。あなたが勇者となり得るかどうか。行くぞ。その程度か。邪魔だ。剣の錆になれ。効かないな。その程度か。邪魔だ。効かないな。剣の錆になれ。邪魔だ。その程度か。剣の錆になれ。効かないな。効かないな。
行くぞ。大気の力よ、俺を誘え。その程度か。すべての障害を一掃しろ。効かないな。青の閃光。その程度か。青の烈風。行くぞ。やりすぎたか。待て、消えるな。まだ聞きたいことが。お願いよ、魔人の子供。私をもう二度とここに蘇らせないで。今度こそあなたが世界を。帰ってきたのか。一体どこから。心配したぞ。濡れネズミだな。突然水に流された。早く帰って着替えるとしよう。ああ、精霊ニーチェのカードを手に入れました。ジェイド、プラチナ様、どこへ行っていた。遊びに行っていました。どこへ。あー、すいません、気が利いたことが思いつかない。バカ者、正直に言えばいいだけだ。捕まっていたんだな。はい、ほら手錠の跡。無能。面目次第も。お前がいないといろいろ滞る。困ったぞ。そうでしょうね。お前は少しは悪いと。もういい。おや、戻ったのならもういい。申し訳ありません、プラチナ様。ちゃんと働け、俺のために。それで許してやる。はい、それはもちろん。ご心配をおかけしました。
そんなものはしていない。とりあえずは無事でよかった。本当にそう思ってます？なぜ違うと思う？信じないのか？人の行為は素直に受け取れ。安心しろ。お前がいなくてはならないことは多い。さあ、早く帰るぞ。いつ天使に襲われるかわからん。な、な、な、この隙ですか？すまない。急かしすぎたか。やれやれ。ま、生きて帰れただけでもよしとしますか。兄上に会ったのか、向こうでは。それについては大丈夫でした。雑魚にいろいろ痛めつけられちゃいましたけどね。顔だけはやめていただきたかったんですけど。そうか。倉庫の場所とか戦力状況とか見たかったんですがね。申し訳ありません。いや、いい。また元通りになれたのだからな。そうですね。いくつか封印が解けたね。楽になってきた。アプラサスのやつらも数が揃うと厄介だ。早く、早く、早く僕の世界を見せてくれ。君の目を通すだけじゃもう足りないんだよ。早くたどり着いておいで。出ないと怒るよ。僕が怒るとどうなるかなんて知ってるだろう。はあ、待ちきれない。少し遊んでみようかな。右手だけは動く。さあ僕の手足たち、ちゃんと踊っておいで。僕を楽しませるために君たちは生きているんだから。おはようございます、プラチナ様。やれやれ、寒くなってきましたね。ああ、確かに薄着では辛いな。暖房を入れましょうか。昼は少し暑いかもしれませんけどね。手配しておきましょう。その前に片付けがありますけどね。誰もこの惨状を見てやろうとは思わなかったんですか？そら無理な相談ってやつや。家事が得意そうなやつが俺たちにおるか？花から期待するんが間違いってもんや。開き直らないでくださいよ。いいじゃん。あ、まさか俺が女の格好だからって豆だとか思ってたんじゃねえだろうな。残念でした。はいはい、悪かったですね。
上官で怪我人の私に片付けまでやらせますか、あなた方は。日頃の行いだな。その通り。こんなこと言ってますよ、プラチナ様。この方たち、うん、ああ、良きに計らえ。寝てましたね。いや、そんなことはない。別に寝ていても構わん話だ。ナイスボケ。はいはい、わかりました。私がやればいいんでしょ。お前が納得したのならそれで終わりだな。ではそろそろ本題に入ろう。これからのこと、兄上に勝つにはどうしたらいい、ジェイド。そうですね、いくら天使を退治しても直接対決で勝った方がいいのは決まってますし。兄上は今どこにいる。現在は調査中ですね。こないだまで捕まっとったのにか。むしろ私が逃げたからこそ早々に場所を移したんでしょうよ。それくらいの想像力は働かせてください。ま、完璧ではありませんが大体の行き先の当たりはついていますよ。天使の谷です。天使の谷。ええ、天使が天から落ちてくるのはもはや周知の事実ですが、まんべんなく降ってくるわけではないんです。いくつか世界には天使がよく落ちてくるポイントがあります。ここが天使の谷。天上からよく天使が落ちてくると言われる山です。切り立った崖が多くて私たちには不利な地形です。故にこの近辺では天使の勢力が強く、近隣の町は荒らされ放題。言うなれば奈落において唯一天使の領土であると言われるかもしれません。奈落王もなかなかこちらには手をおつけにはなられなかった。しかし今、赤の王子と青の王子、どちらが王にふさわしいかと確かな名乗りを上げるには、ここを制圧することが一つの旗印になると思います。我こそは王座にふさわしいと、特にあの単純坊ちゃんならそう考えると思いますよ。なるほどな。行ってみる価値はあるか。ええ、兄上と俺どちらが王にふさわしいか父上に証明してみせる。そして俺は王冠を手に入れてみせる。やれやれ、無事生還です。ご迷惑おかけしました。いや、まったく私がいないと部屋も荒れ放題で。この戦いが終わったら後片付けを覚えていただきますよ、プラチナ様。
最近特に寒いな。外に出ないわけにもいくまいな。眠い。寒い。おはようさん、王子様。今日はええ天気やで。お、なんや。お前まだ寝とったんか。不健康やな。うるさい。お前のような特殊体質がそういると思うな。あ、心外やな。鍛え方が違うだけや。あんたが根性ないだけなんちゃう。勝手に言っていろ。俺は今日は外に出ないぞ。根性ないな。知るか。やれやれ、こんな弱々の王子様やったら先行き不安やな。ほな。王子、今度は何をいたしますか？行きますか？ま、楽勝と言っておきましょう。では。天使の谷か。部下たちは後ろに控えさせます。いつでも王子の思うままに。わかった。兄上は来ているのか？どうやら向こうの崖から登ってきているようです。天使が東の方向へ飛んでいきました。わかった。俺たちはまず頂上を目指すぞ。天使相手は下にいればいるほど不利だ。了解いたしました。覚悟はいいな。プラチナ様が出るまでもありませんて。ふん。恨まないでくださいね。恨まないでくださいね。無駄なことを。邪魔だ。手間かけないでくださいよ。手間かけないでくださいよ。邪
邪魔だ。愚かな方ですね。聞かないな。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。なかなかやりますね。行きますよ。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。無駄なことを。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。聞かないな。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。やったな。プラチナ様の実力ですよ。任せておけ。ま、最初はこんなものですか。上に行くぞ。はいはい。気をつけてください、王子。隠れるところが多くなってきました。いきなりドスッとやられないように。わかってる。先ほどからさっきばかりだ。ええ、そうですね。身の程知らずが。はいはい、任せといてください。邪魔だ。行きますよ。なかなかやりますね。剣のサビになれ。恨まないでくださいね。ふん。愚かな方ですね。無駄なことを。俺の動きに合わせろ。お任せください。王子のおっしゃる通りに。同時に行くぞ。
その程度か。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。効かないな。同時に攻撃するぞ。私も今そう思っていました。行くぞ。やったな。プラチナ様の実力ですよ。任せておけ。プラチナ様、体力は大丈夫ですか？まだなんとかなる。それより弱すぎる。はい。そう思わないか？そうですね。奈落王が攻め込めなかったという割には。もっと上に行くぞ。はい、お供いたしますよ。いきなり天使が減ったな。ええ、そうですね。なぜでしょう？嫌な予感がするな。どんな？この谷、まがまがしい意志に満ちているような。具合お悪くなりましたか？そうじゃない。ここを制圧できたら、父王はきっとあなたを選びます。弱いと感じるのは、きっとあなたが強くなったからですよ、王子。どうしました？いや、何でもない。そうだな、俺と兄上は運命を奪い合う。どちらかを殺さなければ生き残れない。あいつより優れていると認めさせなければいけない。奈落に生きる全ての者に認めさせなくてはいけない。この力で。模範解答ですね。素晴らしい。あれはものすごい数ですね。ですが、獲物は私たちではないようですよ。何？他にいるのでしょう、獲物が。兄上。アレク様。俺は負けるわけにはいかない。お前と戦うまで、プラチナ。
しばらくしたら死んでくれそうですね。こいつは楽だ。私の命に代えても王子は殺させません。頃合いか。死んでもらいましょう。ハサミ打ちとはあなたらしいですね、ジェイド。傍観する王も始末が悪い。負けません。気になさることはありません。負け犬の遠吠えですよ。さて、寄せ、ジェイド。自分の命を削ってまで天使を倒した。敬意を表して見逃してやる。プラチナ様、プラチナ、行きます。ああ、もったいない。いいんだ、逃がしてやれ。もうこれで何度目ですか、馬鹿らしい。そうだな、勝つ気があるんですか。卑怯だろうが騙し討ちだろうが、生きて血を足につけている者が歴史を作るんです。こんなところで私もあなたも終わるはずじゃないでしょう。ジェイド、あなたが生き残るためでしょ。なんだ、天使か。いえ、天使ではありません。これは王都からの伝令です。父上からの。ええ。一体何が、これは何が書いてあるんだ。王のご容体が悪くなられたと。強いては王子二人は帰還し即座に殺し合えと書いてあります。そうか、ならば余計にあの時殺すべきだったんだな、俺は。次は必ず。ああ、必ず。そうだ、僕のプレゼントはお気に召したかな。やれやれ、毒はやりすぎでしょう。毒はサフィルスもそう言っていたよ。でもそれくらい君たちで考えて実行してもらわなくちゃ困る。返事が聞こえないな。見えてる？見えているし、聞こえていますよ。
だったらちゃんと返事をしたまえ。言っておくけど、僕の機嫌は悪い。僕の指示なんて、君ならわかっているだろう。あまり失望させないでおくれ、未来の英雄さん。申し訳ありません。それで、サフィルスのことだけど、どうなんだい？納得させられたのかい？それがどうも、表面上は冷静ですがね。君が以前言っていたように、あれに入れ込みすぎてるということ？そういうことになりますね。ただ、もう私たちと彼らの関係の修復は不可能ですし、裏切ることはないと思いますが。ふん。でも、別にいいんじゃないのかい？え？好きなものはしょうがないよ。止められるものじゃない。そうじゃないかい？そうでしょうか。おや？君にはないのかい？誰かに苦しいほど固執して自分のものにしてみたい誰かや気持ちが。私にはそういう感情は特にありませんので。そうかな。まあ、君がそう思いたいならいいけどね。本当にそうなら、次はちゃんとしなよ。ちゃんと深く、苦しめながら殺すんだよ。不思議ですね。何がだい？プラチナ様に何か個人的な恨みでもあるんですか？あんな生まれて数年しか経っていない命に確たる因縁があるとも思えませんが。彼は奈落の王子で勝利者だ。叩き潰さなくちゃいけないだろう。それはそうですけどね。まあいいです。どちらにしろ私のやることは変わらないのですし。そうだね。いい心がけだよ。本当にこれをやり遂げたら帰れるんですよね？もちろんさ。君たちの働きはきっと受け入れられる。それじゃあ、良い成果を期待してるよ。君が天の英雄に名を連ねるのももうすぐだ。天の英雄ね。そして私はあいつらを。行くか。奈落に生まれて、たくさんのものに俺は出会った。天使、魔人、アプラサス、混血、数えきれない命のほとばしり。それはかけがえない光。それは時に儚く小さい。そんな小さなものを俺は守ろうとする。それが俺の生きる目的なのだと。けれど、時に強く輝くあの光、俺と同じ運命を持つ誰か、それはまばゆく俺の目をくらませる。俺でなくてもいいのか、
もしも俺が負けたとしても、世界は誰かによって動かされていくのか。それが死ぬということなのか。だったら、俺は死にたくない。だから死にたくない。世界に幸せと平和と愛を。それをもたらすのは俺であってほしい。そして俺の歩む先には美しい未来が。今度こそ僕はやり遂げてみせる。もう後なんか引けない。最後の賭けだ。生きるか死ぬかだけど、僕は負けたい。そう願うのは罪でしょうか。僕の行かなくちゃ。待っている人がいる。ああ。どうしました、プラチナ様。立ち止まって。いや、城とはこんなに大きいものだったのかと面食らっただけだ。ああ、そういえば王子は目が開く前に城を出ましたからね。確かに覚えていなくても無理はありません。最初の部屋だけはよく覚えているんだがな。勝てば全てあなたのものです。その時には心置きなくご案内して差し上げますよ。私にとってはすでに庭のようなものですから。兄上もすでに来てるのか。王城前の広場にすでに待機しているらしいですよ。父上もか。さあ、私たちは奈落王のお姿を見たことがありませんから、なんとも。そうか、結局行くまで何もわからないんだな。そういうことですね。楽しみですよ。そうだな、プラチナ様。なんだ。勝ってくれないと困りますよ。私はあなたに全賭けだ。ああ、分かっているさ。プラチナ、兄上。お待たせしました。遅いですよ。まったく、いつもいい加減なんですから。すみませんね。こっちにも準備ってものがありまして。王子。お貴族様ばっかだな。それで、いつ始めるんだい？
まだ審判も来ていなさそうだ。なんだ、じゃあ待ってることになるの？拍子抜け。むしろ針山に座っている気分になりますね。誰か来た。